どうもこんばんは。りんたろうさん、氷のバラありがとう。とうとう坂通りです。どうもパセです。今日はありがとう。こちらこそありがとう。こちらこそです。清水さらです。おみかんさん、ありがとう。スタンプありがとう。ちょっと待って、画面私暗いけどみんなはどう？ちょっと待って、スマホシュンってしてきます。スマホの明るさ明るくする。ちょっと待ってて、止めます。止まるよ、止まる。はい、画面をちょっと明るくしてきた。多分みんなの画面じゃ何も変わってないけど、私の見てる画面が明るくなりました。ベレッタさん、ハートありがとう。大吉さん、氷のバラ10個ありがとう。今日はお話し会でした。お話し会楽しかったですね。いっぱい今日も喋れてハッピーハッピーです。バラちゃん、氷のバラありがとう。だるまもありがとう。いっちゃん、レインボースターありがとう。今日はなんかココアさんとめちゃくちゃツイッターでやり取りをした。ツイッターでもやり取りしてたのに、なんか LINE も来てて勝手にツイートしちゃった、ごめんみたいな来てて、そうだからリップ返したのにさ、あのね、ツイートをしてくださった朝、そのツイートした瞬間に見たんですよ。あっ、と思って通知が来たんよ。なんかタグ付けされましたっていう通知が来て、見に行ったココアさんがツイートしてくださってたけど、なんかツイートしたばっかりに返したら、なんか気持ち悪いかなと思って、監視してた感出るかなと思って、ちょっと時間置こうと思って1時間待ってから返信したんですね。そしたらその間にココアさんから勝手にツイートしちゃってごめんねって連絡来てて、そうだから、あの、今日も会えますねって返したらさ、だからそうやって返したのに、なんか急になんかブルブル震え出して、そうブルブル震える顔文字が返ってきて、リプで、え、どういうことと思って、なんて返そうかなって、本当は内心、え、どういうことどういうこと、え、なんて返したらいいんだろうって思ってたけど、やっぱね、マイカーだからちょっと面白くした方がいいかなと思って、嬉しそうですねって送りました。ちょっと前髪パキパキだもん今日。そう、ちょっと鼻になんかついてる、ついてなかった、ほこりかな。ジージョーさん、ハートありがとう。カメさん、ミクマロコありがとう。こんばんは。仕事に戻ります、頑張って、ファイト。西岡すみっこさん、ハートありがとう。おお、すごい名前、某芸人さんを思い出す名前ですね。カードリさん、肉もありがとう。だから私もあのメールで、今日ココアさんがツイートしとったツーショットはメールで送ってたんですよ。やけんメールに載せてないやつをちょっと載せるチャンスやと思って、お昼にツイートしましたので、ぜひご覧ください。ツイートいっぱいした、バイリプも送りました、全部ココアさん。サコ姫がね、サコタンが、あの、私とココアさんのリプのやり取りも全部いいねをしてくれて、サコ姫かがいいねしました、サコ姫かがいいねしましたっていう通知が今日いっぱい来た。いつもいいねしてくれるサコちゃん、ありがとう、ありがとうございます。
ちゃんとサコの教育にいい内容をツイートしていきたいと思います。サコのお母さんが見ても心配しない内容をツイートしていきます。そうだよ、ちゃんとね、ちょっとお団子が見えてなかったね。お団子しました、今日はパーカーで。前髪がもう固めたから風でやられてこんなになってる。今日は美穂がアンナの服を借りてて、最初アンナの服借りて、リコちゃん の, あのハロウィンのかぼちゃのスーツ借りて、その後枝豆だったんですよ。そう、3回着替えしてた。私服、自分の私服で着てアンナの服着替えて、リコのあのスーツで、でその後枝豆。記憶がさ、アナだったからね。で目の前がミホやったんよ、向かい側のレーンが向かい合ってるんですよ、レーン今日の場所は。でそれでミホがなんかアンナの服着てる時にファンの方との会話で川田アナですってずっと一生言ってたんです。もう本当に1時間中ずっと言ってて、でそこでアンナがなんかミホリンの川端アンナが聞こえるみたいなファンの方と喋ってたから、私も川端アンナですって言って言ったら、アナがなんか増えたって言って、いっぱいいるって言ってました。だからアナのファンの方はパセットミホの川端アンナですも多分聞こえたのかなって思う。ともっちさん、ハート100個ありがとう。カーターアナ、今日はあの朝からゆきりかも一緒だったんですよ。なんかお話し会の日の楽屋は基本同じ時間の子たちと喋るから、今日はゆきりかとかゆなるなとかみほとかとアナとかとねいたんですけど、ゆきりかがめちゃめちゃ可愛いパンダだったんです。そう、私もね買おうと思ってたパンダなの、あれ。そう、買いそびれたんよ。今度買おうと思ってだったらもう販売終わってて、某お店のパンダね、買いそびれたパンダだったからいっぱい触っときました。あ、こういう肌触りかなってパンダのエキリカいっぱい触ってた。そうで、うなちゃんは、うなうなはあのサンフレッチェの格好をしてましたね。紫のツインテールしてました。サンフレー、うなうなはね、カープも好きだしサンフレも好きだし、なんかスポーツに詳しいんですよ。ゆきさん、昨日もゆきさんと一緒だったけど今日もゆきさんと一緒だった。みほも、昨日もみほ一緒で今日もみほ一緒だった。最近さ、シミサラがね、あの最近というかもうここ数ヶ月ずっとなんですけど、パセを見つけた瞬間にあのすごい駆け寄ってきてくれて、すごい可愛いですワンちゃんみたい、パセちゃんパセちゃんって言って来てくれて、すごい可愛い。今日もあの私が帰る時間にシミサラ来たんよ、夜の部だから。そしたら見つけた瞬間にパセちゃんって来た。そう、かわいいでしょ。この前のお話し会の時なんかパセリと言うと安心するって言われて、あーなんてかわいいんだって思いましたね。かわいかった。清水さら、そう、なんか若い子たちがすごいあのパセパセって言ってくれてすごく嬉しいです。あとね、あの今日あのファンの方から聞いたんですけど、あの候補生の子がアクターズスクール生の子がなんかパセのパセがこの前チャイナ服着たんよ、お団子して。そしたらそれをなんか真似してたよって、配信で真似してたよって聞いて、それもなんか微笑ましくなった。なんかもう母の気持ちで、あ、かわいいかわいいかわいいってなる。もうかわいいってなります。あーってなる。そう、安兵衛さん、猫鍋10個ありがとう。
花束もありがとう、お断りです。そうなのよね、もうみんな可愛い、みんな愛おしいわ。はぁーって、そうね、明日ついに決まりますね、27日、ついに明日、明日あれよね、公演いっぱいあるよね、みちゅさんの生誕とひなさんの生誕とサラピの生誕があるよね、明日3回公演よね、明日は。わお、わおわおわお、見なきゃね、みんな。ちょっとなんか髪がね下がってくる、朝からしてるからさ、ほらこうピョンって、ピョンピョンピョン、ドキ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 。そう、公演たくさん、明日クワトロですか、クワトロかね、新春グッズ届きました。おお、そう、今日なんかお話し会で朝届いたよって方と夕方届きますって方がいて、多分住んでる場所によってですよね。髪は自分でしました、お話し会メイクさんつかないので自分でしましたね、朝からせっせと髪を持ち上げて結びました。明日ブルーライブか、うん、ブルーライブか、そっかそっか。おお、じゃあ、え、でもすごい STU のファンの方集まるね、明日は広島にね、広島チョコラトリー行ってほしいな、2月にオープンしたから行ってほしいなって今言っても、多分その3人の生誕に入るファンの方が見てる率は多分低いと思うんですけど、広島チョコラトリーが広島駅に再オープンしたからぜひぜひ行ってほしいです。2年ぶりぐらいにこうできたらしい、2020年に閉店して、で今月できたって言ってたから行ってほしいね。お、前乗りで広島入りしてます。お、シャラピに入るのね。もう私さ、サラちゃんに言ったんですけど、僕隊で生誕してよって、もう MC でサラちゃんとのエピソード話す気満々でいたんだけどみたいな言ったんよでもサラちゃんはチャートリでね、生誕でしたね、チャトリー。え、推しメンが出るよね、千穂さんと生誕、え、すごくないですか、生誕、え、いいね、推しメンと生誕祭をする、なんて素敵な、なんて素敵な響きなの。まずさん、ハートありがとう、りんたろうさんもハートありがとう、くらさんお疲れありがとう。私も推しメンと生誕したいな、11月だよ、ちょっとちょっとちょっとどうなってるかな。沖さんと生誕したいなね。パもねやりたいですね。でもさ、なんかわからんよね、まだ去年もこの時期に、去年の3月にさ、夏のツアーが始まりますって発表があったじゃないですか、3月のさコンサートでね、でそれツアーが始まってさ、で昇格ライブがあったりとか、あとマイカーに合体したりとか、いろいろあったから予想がつかないよね、11月の。小間田さんが福岡でイベントをする、え、それは行きたい、え、イベントするんですか、行きたいです、いつですか、知らなかった、行きたいでおじゃる。クロさん可愛い、ありがとう、いいな、いいな。バス、沖さんの生誕は去年ミホリンが出てて、あの僕恋公演にミホが初日で出てて、もうミホにあのいいなってずっと言ってました、なんで美穂出るのいいな、いいなってずっと言ってた、馬車の代わりに祝ってくるねって言って美穂が祝ってくれました、代わりに。しかも私は DMM 勢でした
DMM 税、2年連続 DMM 税ですね。そう、3年前はまだお披露目されてなかったから2年連続今のとこ DMM。 3月中旬か、じゃあ行けないね。行けないですね。3月はナナさんのコンサートあって、また4月にシングルの発売と5月に5周年だから多分レッスンがいっぱい入るからね、無理だね。そうなんですよ、天井に張り付く技術をつけとかないともう入れないから。そうなのよ。でも今日いっぱい喋りました今日も沖さんと、今日もってか私がわざわざあの楽屋からお話し会会場まで行って、沖さんの霊までわざわざ行って喋りましたわざわざ楽屋から行ってさ喋りに行くっていうね。で勝手になんか沖前さんが座ってる席に勝手に私が座って話してました。すいません、私の教えでマイキューさんの席を温めてしまって大変申し訳ございませんでしたそう、だってもう自分から行かないとさ、もう話せないってことに気づいたから、もう何ですか、緊張してる暇ないなと思ったけん、もうね、そう寒そうだった、肩出して寒そうですねって言ったね。そう、今日は差し入れがピスタチオのチョコだったのよ。ピスタチオのチョコクランチみたいなやつがあってめっちゃ美味しかったですけど、なんかその箱に入ってた説明書みたいな、お菓子のさ説明書ってあるじゃん、それ見たら他にも美味しそうなピスタチオのお菓子があって、でも今日はなかったんですけど、それを調べたらピスタチオ専門店のページが出てきたからちょっと気になりますね。でもお高かった。ちょっと私が気になったやつはピスタチオクッキーサンドみたいなやつで4つ入りで1500円ぐらいだったから結構ねしますね。食べたら消えちゃうのに、儚いのにと思って。あとバナナとみかんもあった。あとなんかおまんじゅうあった。でもおまんじゅう食べなかった。ゆきりかこにあげた。ゴンケさん肉まん3つありがとう。なんか今渋谷かな、渋谷にピスタチオのスイーツ専門店ができたらしくて、ツイッターで見たんですよ。ツイッターで見たのよね。行きたいわと思って見てました。しんいちさんだいぶありがとう。もうピスタチオってピスタチオピスタチオピスタチオ脳内ピスタチオ、うん、美穂がこの前昨日おとといなんかコンビニでピスタチオのクッキーとかを見かけてパセリを思い出したよって連絡が来たパセリ思い出したって言ってクアトロの後に連絡来ました。え、今日ねお話し会の時になんかお話し会でねめっちゃアイスの報告をされることが多くて、このアイス食べましたって言われること多いんですけど、今日はあのこの前ツイートしたあのヨーロピアンワッフルサンド食べましたっていう報告が多かったからさ、食べたくなっちゃって帰りにね買いに行ったのよ、コンビニに。したら残り2個しかなくて店舗に、もうこれは食べ納めかもしれんと思って2個買い占めました。そしたらその買ったよってねマイカーの2期生のグループに4人のグループに送ったんよ。したらなんかメンバーも食べたいって言ったけども、私が買い占めちゃったからもうないのよ申し訳ないけどもうないんですよね。2個買っちゃったから、買い占めって言っても2個だから、2個2個ニコニコの2個ですね。
でも昨日散歩したとこのコンビニにあった。偶然入ったらまだカッサータアイスもあったし、そのやつもあったから、そこまで行ったらいいよってそのメンバーに教えたんですよ。食べたかったって。でももうないんでしょって言ってきたメンバーに、あのどこどこのコンビニに行ったらあったよって言ったら、あのそんな遠くまで行かないって言われて、まあそりゃそうかと思って。でもあれよ、あれなんです、なんかファンの方にもどこに売ってるんですかって聞かれたんですけど、あのローソンにあります。ローソンで、某数字のコンビニことセブンイレブンさんには、あもう逆じゃん、某の逆じゃん、某使うの逆じゃん、数字のコンビニね、セブンイレブンさんにはない、東京限定らしい。そう調べたんです、ホームページ見たら東京限定って書いてて、でもローソンは全国であるっぽかったです。だから見つからないって方はお早めに。でも来月の来月の21日からはスーパーでも売られるから安心してください。そう、数字のコンビニのとこはあれなんですよ、発売新発売とかも地域によって違うんです。ローソンとかは全国一律同じ商品だけど、そうなの。そのコンビニだけおかずとかラーメンとか何でもお菓子とかも、これは関東限定、近畿限定とか四国限定、九州限定とかあったりする、広島限定とかなんかあったりするので、それをチェックして行ってください。コンビニ何軒もあったけどなかったですみたいな、5軒ぐらい行ったけどないんですって、すごい今日ねお話し会で相談されたんですけど、あのこちらアイス相談所ではないのですけども、あのアドバイスをすると事前にホームページを見ていくのがおすすめです。ちなみになくても、あのその店舗になくても違う店舗に行ったらある場合もあります。だからちょっと探してみてください。そう、もう私アイス相談所になってんだよね。最近のなんかおすすめありますかって言われて、そうだね、まあいっぱい聞いてもらって、でも私も全然知らないアイスとか多いから、みんなの方が詳しかったりするんですけども、みんなの方がなんか遠征とかするからさ、ライブで、そう、その遠征先で食べたこういうアイスがあるよとか教えてもらうことの方が多いけど、コンビニとかね、スーパーで買えるやつはお知らせしたいと思います。あと瀬戸内のやつ食べたらまたお知らせします。今気になってるのは、あのアウトレット、広島のアウトレットにあるソフトクリーム屋さん気になってますね。アイス専門かと思ってました。まだ称号はね手に入れてませんね。そうなんですよ、いろいろ気になってるアイスがたくさんある。なんかね、1年ぐらい前にみほりんがメールで送ってきた広島のどっかの牧場の希少ななんかを使った、希少なミルクを使ったソフトクリームみたいなやつ、ブラウンスイスみたいなやつのソフトクリームが美味しそうだった、濃厚そうだった、私の好きな感じだった。そういうなんかね、ソフトクリームはそのパクって食べれるやつが好き、硬いやつじゃなくてパクってとろけそうな感じのが好きですね。アイス部 STU アイス部部長の尾崎せりかです。よろしくお願いします。皆さん、アイス部メンバーは一人です。よろしくお願いします。勝手に今作りました。今、2月26日18時55分40秒作りました。アイス、でも私ね、ご飯の代わりにアイス食べるからさ、不健康なよね絶対、どう考えても。部長です、一人。
部員募集中です、よろしく。美穂入ってくれそう、ちょっと聞いてみよう後で。美穂はね全部に入りそう、なんでもうどん部とかなんでも入ってると思います。アイスが好きなら入ってくださいって感じ。早寝部は一応早寝部にも入ってますよ私は早寝してないけど全然、もういつも YouTube 見てるけどさ、一応早寝部ってことになってますよ多分。アナと美穂が認めてくれてるか分かんないけど、早寝でもね、パフェも食べて。ソラハさんよろしくお願いします。こちらこそ。今日なんかソラハさんボブだった、髪の毛髪をなんかヒュンってしてた。 YouTube、 そうだよ YouTube、 YouTube にも加入してますサウナいいね、岩盤浴部発足したいな。岩盤浴楽しかったな、リコちゃんが面白かったな評価部なのですが入部できますか。評価、じゃあ評価担当でお願いします。私はアイスクリーム、アイスミルク担当でいきます、よろしくお願いいたします。今日食べたアイスはこちら、じゃん、ミスドのアイスです。パリパリしててザクザクしてて美味しい、これは今日食べました。あと雪見大福も買いました。もう食べ過ぎ、もう明日から、もう明日から買わんけ、うん、マイカー始まるけ、もう来週始まるというかマイカーの公演あるけ、ちょっと1週間我慢するからちょっと今日食べとこうと思って買いました。雪見大福のカラーです。ぴょんぴょんぴょん、それ今食べた、お、タイムリーじゃん、もしかしてパセリの分身ですかね。ブラウンスイス種の牛乳は脂肪分が多いから濃厚でチーズとかに適しているそうです。合ってる？めっちゃ星になってるけど合ってますか？ブラウンスイス種の牛乳はここは星になってますね、まずで、また星が続いてて多分脂肪だと思う、違うかな、違うかな、あ、合ってます、やったやったやった。待って、牛乳って打てる人とさ打てない人がいるのはなんで？星になる人と星にならない人の差は何ですかなんで、ど、なんで、なんで星になってる人となってない人がいるの。目薬が消えた、あった、なんでなんで、牛乳じゃなかったってこと？本当は。なんでだろう。ああ。ほう。牛乳。がとか、そうなんだ。そうなんだ。なるほどね。なん、その。言葉の後に何をつけるかでまた変わるんですね。初めて知った。あれ、かけてる人いるわあれ、どういうことだ、不思議。危ない人認定されてます、もしかして。危ない人認定されてる人は勝手にもう星に刺されされちゃうみたいな。星にされちゃうってなんかちょっと怖いですねなんかすごいすごいなんか怖いこと言っちゃった。星にされちゃうっていうのはあなたのことじゃないですよ、あなたは大丈夫。あの単語が星にされちゃうってことね、あの星にされちゃう、そんなあの物騒な真似はしません。安心してコメントしてください。しんいちさん、氷のバラありがとう。黒さん、タコありがとう。
難しいね。 AI のあれかな、気分かな、気まぐれ AI なの。そっか、待って、 AI で思い出した、今日愛子がさ、小島愛子がなんかすごい格好してた。今日7年前が愛子だったんですよ。通路なんかね、お話し会会場ってこう席があったら自分の前にその飛沫防止シートみたいなのがバーンってあって、でちょっと離れたところに向かい合わせにレーンがまたあるんですけど、そこの目の前が美穂で、その横が愛子だったんよ。したらなんかすっごいファンの方と喋ってる時に視界になんか映るんよ。視界になんかいるなと思って見たら、なんか愛子が角触覚生えてて、なんか頭、あの UFO ってあるじゃん曲、 UFO の格好みたいなのしてて、あのこのタンクトップの銀色のテカテカの服に銀色の触覚のなんか丸2本のカチューシャみたいなつけとって、ちょっと目薬落としちゃった、目薬拾いました。そう、なんかすごい格好してて、そのね、それが視界にチラチラこう映って、 それ終わってからアイコンとかに行ってさ、なんかすごい視界に不思議な生き物いたんだけどって言って、でなんか自分のお話し会の待ち時間、ファンの方がこう来るまでの待ち時間とかに、アイコがファンの方と喋ってる会話とか聞いてたんだけど、なんか火星がどうとかなんとか言ってました、これは流行ってますみたいな、これはあっちの世界で流行ってますみたいな、流行ってるおしゃれフードですみたいなこと言ってて、何を言ってるんだろうと思いながら何なんだろうって思ってました。伊藤博さん、氷のバラ10個ありがとう。不思議な光景だった。目の前はあのかぼちゃのスーツだし、その横は宇宙人いるし、その斜め反対側の斜めはあのサンフレの応援する女の子いるし、すっごい不思議な光景でしたね。謎だったね。ちょっと私もそういう細かいさ、メイドですとかチャイナですってよりも、そういうなんか誰とも被らないやつの方がいいんかな、次のシングルとか被らない方がいいの。もうそれきっかけで来る方とかいるのかな、宇宙人が好きだから来てみましたみたいな、いるのかな。マリトッツさん、氷のバラ2個ありがとう。そうね、今日はなんか癖がありましたね。みんなパンダはいるしさ、ユキリカのパンダ、あとヤンちゃんはね、あのニット帽かぶってました、可愛かった。やんやん、ダルさん、かわいい猫ありがとう、似合うもありがとう、ありがとうございます。パセね、次どんな服着ようかね。次の話し会も服決まってない気がする。え、次ってさ、あと2回あるよね、オンライン。最後の日は制服マフラーコーデなんですよ。なんか初恋の日っていう記念日らしくて、その日が3月26、違う違います、それじゃない、それは恋ラジのあれか、いつだっけ、3月20何日かのやつは初恋の日らしくて、だからなんか初恋ってなんだろうと思って、みんなやっぱ学生時代とかなのかなと思って、みんなの中で、だからその制服マフラーとかしたらなんか青春感出るかなと思って決めたけど、まだ買ってません。何がいいんかな、セーラー服、ブレザー、何がいいんだろう、何がいいですか。あ、20、21か。おお、じゃあ20は何を着るかまだ決めてないんですよね。21はそれ着る。カピバラミキヤさん、バラありがとう。ダルさん、ハート100個ありがとう。どっちがいいんですか、みんなどっちが好き、セーラー服かブレザーか、どっちどっち。何がいいんだろうか、もう分からん、みんなの趣味分からんよ私も。セーラー派、ブレザー派、セーラー多いかもね、セーラー
高校はブレザーでした。中学はセーラーだった。セーラーっていうかなんか普通のセーラーじゃなくてなんか色が独特なセーラーだった。独特でもないけど、なんか一般的なあの白ここが紺リボン赤みたいなセーラーじゃなくて変わったセーラーだったかな。色はね言えないけど、なんか不思議な配色のセーラーでした。不思議でもないけどなんか落ち着いた色味のやつでした。ナースはもうやりましたね。先月やったナースは。そうなんだよね。そうどうしよう悩むな。初恋の日枝豆しか。え今日来たよ枝豆。また写真送りますね明日とか。枝豆ねちょっと一瞬来ました。着てみた。ああメガネいいね。あそうしようかな。確かにメガネお下げもうガチの。え今日さメガネ持っていけばよかったと思ったよね。これとかだてめこのお団子に合いそうと思って。あれ枝豆リコちゃんのやつだから。そうリコちゃんに借りました。メガネじゃメガネこれにしよう。このレンズが入ってないやつの方がいい。反射しちゃうからリングが。これ持っていこうか。あでもこれはなんか学生感あんまないかな。丸メガネがいいかな。いいか。いろいろ持っていってかけたらいいか。でも土入りメガネはかけれないんだよね。コンタクトをしていくからさ土入りはかけたらもうすごい目がクラクラしちゃうから。そう美穂とリコはあのあれです服を交換してました。今日服装交換してた2着ずつ。ミシェルボーイさんハートありがとう。しんいちさんハートありがとう。クロさんサルありがとう。じゃあそうしよう。じゃあ部によって変えてもいいか。最終日だし三つ編みしたりとか下ろしたりとかしようかなと思いますね。うん、そうだよ美穂今日枝豆なんですよ。楽屋あれで歩いてたもん。あとかぼちゃのスーツで歩いてた。みんな先輩たちもみたいなみたいなびっくりしてた。なんか沖さんにあのなんか沖さんと絡んでから美穂がおかしくなるんですけどって言ったらもともとおかしいって言ってました。もともとそういうなんか感じだよみたいな言ってました。それを美穂に送った爆笑って返ってきた。美穂ね爆笑って返してくるタイプなんですよ LINE で。本当に笑ってんのかな。今度監視カメラで監視しとこ。爆笑って送ってくる人間に爆笑している人はいない説私がねずっと言っているこの説を実証すべく田中美穂を研究材料とさせていただきます。爆笑どうする。本当に爆笑してたらハッハッハッって言ってもうめっちゃ笑ってたどうする。転げ回ってたらどうする。床の、ね、床の上に寝そべって寝転がってはははははって言ってるかもしれないね。こんばんは。確かにミホって引き笑い。私も引き笑いだけどミホも引き笑い。ピンマイカーピンマイカーじゃないマイカーってなんか笑い方がマイカーっていうかリコちゃんとミホと私結構笑い方癖ある気がする。結構めっちゃでかい声で笑うタイプ。
最近は結構私もガハガハ笑っちゃう。大吉さん、かわいい。ダルさん、かわいい。ありがとう。大吉さん、レインボースター、ありがとう。え、みほ本当に、ヒーッってな笑う。ヒーッって言って笑うよ。私はでも、昔もっと引き笑いだったな、私も。引き笑いしてましたね。こんばんは。お元気ですか？お元気です。超元気ですよ。超ではない。ちょっと今日も睡魔来てますけど、今日も早起きしたからもう睡魔来てるけど、あとお話し会でずっと画面見るからさ、結構目のこう疲れ、目の疲れっていうか目の乾燥とか、会場は暖房もついてるしで乾燥とかすごいけど元気です。サージカルさん、猫鍋ありがとう。あひゃ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 、どんな笑い方が可愛いんやろ。可愛い笑い方なりたいな。誰の笑い方可愛いですか、 STU のメンバーで。そう想像してみよう。さやかりん可愛くない、笑い方。ああみたいな、なんかこうおしとやかに笑うよね、さやかりんって。多分どうなんだろう、ショールームとかでもめっちゃこうやってって笑ってる。絶対こんなことしなさそう、さやかり。誰が、やっぱさやかりよね。やんちゃんは何でも笑うもん。なんかさやんとあやぱんは笑いのツボが浅い気がする。笑いのツボが浅いか、あの優しすぎて何でも笑ってるかわかんないけど、あのよく笑ってる気がする。あ、そう、パンちゃんと思い出しました。なんか最近パンちゃんがリネリネ言ってるっていう噂をね聞いてたんですよ、ずっとファンの方からとか。パンちゃんがよくリネの話を最近してるよって。じゃ今日ついにパンちゃんが帰りに、あの私に対してなんかさ、リネたんって本当に面白いんだよねっていう話をしてきたんです。ちょっと嫉妬しましたね。だから嫉妬したから普通に本人に、最近リネちゃんばっかりやんって言っていつもリネリネ言ってるじゃんって言った。そう、いつもね最近2人でいる楽屋でも、お話し会の楽屋もう絶対パンちゃんとリネたん隣とかにいるんですよ、近くに。ちょっとと思って、ちょっとちょっと、私の方がリネたんよりパンちゃん愛は強いんだから思います。ワイのパンだぞって。クロさん、レインボースター6個ありがとう。もう今ちょうどリネちゃんの話してる、やめて今すぐやめて、やめてやめて。パセ DD じゃないよ、パーセ、オキさんとパンちゃん。弁当、今日の弁当はお昼はなんかお魚と肉が両方入ってる弁当でした。だし巻き卵みたいなやつに、あとポテトサラダのカレー風味みたいなやつと、でなんかお肉、タレがいっぱいかかったお肉と、その横に魚、タイの煮魚みたいなやつ、煮魚なのか焼き魚か分かんないけど、もう肉のタレがさもう魚にかかりすぎてて、もうすごい味の何あれが分かんない、塩だったの、もともとは塩だったけど肉のタレがかかってちょっと煮つけっぽくなってるのか、もともとそういうやつなのか分かんないけどちょっと分からんけど美味しかったです。あとウインナーと、あとわかめの酢の物みたいなの入ってました。多分もう STU ファンの方なら見たことあるね、お弁当だと思います。よくメンバーのメールで来るタイプの、あの黒いトレーの、トレーっていうかあのパッケージのお弁当。
夜はね、夜は私4時間目までだから、5時間目以降しか夜ないからさ、だからあのなかったけど、多分おこわだった、おこわ弁当でしたね。私はこの後夜ご飯を食べようと思っています。マグロの刺身を買いました。マグロの刺身ブロックで買ったから丸かじりしたいと思います。私の幸せを感じる瞬間はアイスを食べる時と、刺身のブロックを丸かじりする時、あとオートミールで雑炊を作る時です。でも悩む、どうしようかな。刺身のまま食べるか、スライスに切ってオートミールの上に乗せて丼物にするか悩む悩むな。シェンさんお疲れありがとう。どうしようかな。もう1週間後に毎回公演あるから、この1週間ちょっと塩分をまた控えなきゃいけないので、最後に塩分たくさん取っとこうかなと思ってね。塩焼きそばを食べたいんです。ずっと私もう半年ぐらい前から塩焼きそばがずっと食べたくて、でもなかったんですよ。スーパー行っても冷凍コーナーとかにあるかなって思ったけどなくて、まあ、自分で作りたいけど豚肉とか玉ねぎとか人参とか買っても、あの明日からそうやって塩分抜き生活するなら使えないなと思ったけん我慢しようと思って、そう「マグロを醤油3お酒1わさびで少しつけると美味しいです」。わ、美味しそう、それすごいね、いいね、いいですね。なんか海鮮塩焼きそばが食べたいんです、ずっと。でもどこで食べれるか分かんなくて、でも食べたいんですよね海鮮塩焼きそば。広島で海鮮塩焼きそばが食べれるチェーン店とかあるかな。チェーンじゃなくてもいいけど、どこにあるんだろう。王将、餃子の王将をね調べてみたんよ、メニュー表なかったんですよ。ないのよ。クロさんアイスありがとう。だからうんと思って、どこだろう、中華料理屋にあると思って王将調べたけどなかった。バーミヤン、広島で見たことない気がする。バーミヤン、塩焼きそば、海鮮がいいな、エビとかイカとか入ってるのがいいな、具沢山がいいな。しんいちさんペンライトありがとう。ね、カップのやつしか見ないよね、ドラッグストアとかにあるよね。でもあれなんかさ、カップの焼きそばってさ、もう最近なんか大盛り焼きそばみたいなやつがもう普通じゃないですか。それが普通かのように売ってるじゃん、特盛りみたいな、そういうので売ってるから、それ多分ね一口でいいんですよ私ちょっとだけ食べたいから、大盛りやなくていいよね、うん、そう、ちょっとでいいんですよ。どこにあんの一体、みんなどこに売ってるんですか。広島市内バーミヤンなくなりました。あ、なくなったらしいです皆さん。そうなんだ、桃のマークのバーミヤンね。ピーチのようにキュートになりたい、ももちゃんことリッセンももかです。ママももほんとかわいい。ももなんかね、ももちゃんと私アニメね、守護キャラとお邪魔女ドレミを見てるっていう共通点があって、前からよくその2つの話をすることがあるんですけど、あのノイミーさんがお邪魔女の舞台をやるみたいなツイート見てこの前で、速攻ももちゃんに LINE して送ったら、うらやましいって言った、うらやましい、おーもも
可愛い、みんな可愛い、2期生たちみんな愛おしい、みんな赤ん坊だからみんなみんな可愛いですね。赤ん坊にあふれている。今日も可愛かった。ももも、見に行きたいな、のえみさんのお邪魔女ドレミ。いいないいな、5月だったっけ、面白そう。お好み焼き屋のサイドメニュー、おーあるのかな、わーなんかありそうかも。お好み焼き屋さんってさ、いろいろありますよね、サイドメニュー。あの蔵屋、蔵屋ってあるじゃん、広島市内にいっぱいあるじゃん蔵屋。蔵屋ってなんかいろいろあるイメージがあるから、ありそうだ、ありそう、調べてみよう後で。あるかな。でも海鮮丼も食べたいし、もう何でも食べたい。この前なんかタイのラーメンみたいな見つけたんよ、あの道歩いとったら。それも美味しそうだった。あとなんかね、広島ラーメンで調べたら、あの12月にできたばっかりのお店で、もうずっと行列のお店があるらしくて美味しそうだった。それは醤油のラーメンなんですけど、隠れ家的ラーメン屋なのに、なんかもう行列すぎて全然隠れてませんって書いてあった隠れ家だけどもう隠れきってませんって書いてありました。そう、魚のタイのラーメンのね、看板を見つけたのこの前街中で。蔵屋に広島レモン海鮮塩焼きそばっていうメニューがあるみたいだよ。おお、それはもう行くしかないやん、サーヤンじゃないですか、行かなきゃ、ちゃおうかな。でも行ける日はもう奈々さんの卒コンじゃない、奈々さんのコンサートが、兼任解除コンサートが終わらないと、ちょっとじゃあそれ終わったら行くか。でもその次はもうアーシャに向けてだから、アーシャが終わったら行くか。4月ないよ、もう2ヶ月、1ヶ月か。1ヶ月半後とかよ。はあ、でもそしたら次は5月の5周年に向けてとか言ってるから、どうせ私もう一生食べれないんだけど、一生食べれないわ、困ったわ本当に。アーシャはね、そう年に1回変わるから、いつも何月に変わるっけ、5月ぐらいに変わるっけ、夏だっけ。去年は4月に撮ったんですよ、4月のあのセル編みの稽古期間中に撮ったよね。だからアーシャの後に普通に稽古とかあった、 STU 号で稽古してましたね、懐かしいわ。アーシャアーシャ、頑張ろう、メンバーみんなも今アーシャのために頑張らなきゃねって言って言いながら食べちゃうっていうね。新曲聞いてません、私あの選抜じゃないメンバーは新曲はファンの皆さんと同じタイミングで聞くんですよ。 MV 撮影とかないから、レコーディングとかもないから、ファンの皆さんと同じタイミングでラジオとかで解禁されたら聞くって感じです。何も知らん、全然知らん。そう、そう、話変えてさ、アーシャがボンって出るけんさ、え、でも今のアーシャだったら、アーシャ、あ、パセリのアーシャこれかって思っても、実物来たらちょっと実物の方がまだいいけんがいいんよいいんよ。
いいんですよ。カップリングのことも何も知らない。私入れたらいいな、何か歌歌いたいな。前回は全員曲があったので、そう歌割りがね、歌割りなんか名前順って感じだった。なんか誰と一緒とか、リネタンとかと多分一緒の歌割りだった気がする。この前の全員曲、後悔なんてあるわけない。英語がいっぱい出てくるよね、あの歌詞。お話し会会場でずっと流れてるんですよ、シングル曲、シングルのカップリング。だからあの池田の歌声をね堪能してますなんか池田の歌声が流れてて、ああいい曲と思いながら楽屋パッて見たら普通に目の前にいるからさ、本人が変な感じしますね、いつも。初見です、こんばんは。ね、そうなんよ、四国の曲が入ったから、前回ちょっとマイカン欲しいですね。というかマイカンをツアーしたいし、九州地区も行きたいな。でもまた瀬戸内もさ、まだ回れてないんですよ。あの愛媛と香川行けてないから、この間のツアーでゆきりかと同じポジションだったから、ゆきりかがあの愛媛出身だから、愛媛はゆきりかが出てて、で香川もねゆきりかが出てたから行けなかったから、香川と愛媛まだ行ったことないのよ。行きたいな。うどん、みかん、そう長崎でねしたいね、ごめん。でマイカがいいな、マイカ楽しくなりそう。もし長崎で公演するんやったら、あの稲穂焼きを差し入れしたい。稲穂焼きとよりよりと、あと桃太郎の肉まん、豚まんか、桃太郎の豚まんとか、あと何差し入れする？長崎って言ったらやっぱカステラか、あとはトルコライスとか。でも食べるの大変だね、トルコライス。口の周りにケチャップピャってつきそう、ライブ前とかは。ライブ終わってからもうバクバク食べる。あ、おたくさね、美味しい。おたくさおたくさね、私働いてた頃に近くの店舗になんかあって、おたくさが売ってる店が、でよくあのもらってましたおたくさん、もうこれなんか店頭に出せる期限が決まってるんですよ。賞味期限はまだ先だけど、1週間前とか2週間前ぐらいにはもう店頭に置けないっていう決まりがメーカーによってあるから、そういうのをよくね近くの店舗とかで分け合ってたんですけど、おたくさよくもらってました。おたくさっていう、なんだろう、クッキーみたいなお菓子があるんですよ。袋に小分けに入ってる。菓子が一番食べちゃダメだよ。いやそれは分からん、食べちゃうかもしれん。調べてみて、ぜひぜひ。おたくさんとかにもね売ってる。お土産売り場絶対ある、長崎の行ったら。長崎行ったらね、もうねいろいろあります、意外と。カステラ以外にも。やっぱ目乾燥しちゃうわ。調べてみて、いろいろ食べてみてほしいな。メンバーに好評だったのがあれです、カステラランドグシャクッキー、めっちゃ好評だった。シミサラがめっちゃ美味しいって言ってました。シ
しみさんね、あげたら美味しいって言ってた。私も美味しかった、超美味しい。カステララングドシャクッキーみたいなやつ。カステラランドグシャ、わかんないけど、箱で入ってる小分けのなんか会社とかで配れそうな感じのやつです。調べてみてください。美味しかったですね。なんか甘い感じで美味しい。黒さん、花束ありがとう。でも今行けないもんね、なかなか旅行とかってね。ちょっと目に絶対なんかまつげかなんか入ったかも。あー、なんか糸みたいなやつが入ってた。危な危な、服かなんかの繊維が入ってた。一個一個あれですよね、あのなんかね、あの長崎のお土産売り場にそれはまた絶対あるんですけど、こういう丸い形のねやつがあるんよ。一個一個って読むんかな、私まだ食べたことないんですけど、お母さんから聞いたんやけど、それ中が空洞なんですね、何も入ってないのよ。でそれでよくクレームがあるらしい、中身が入ってませんでしたっていう。そう、なんて言うんですかね、もともとそういう空洞のお菓子なのよ。一個こうかな、一って書いて口って書いて香りっていう感じのお菓子。そう、空洞なのよ。食べてみようかな今度帰ったら、送ってもらおうかな。なんか今日おばあちゃんからさ、長崎のおばあちゃんから連絡あって、あの何を送ったらいいかなみたいな、何か送ってあげたいけど何を送っていいかわからないよって言われてお菓子とか送ってあげたいけど、セリカお菓子食べないっていつも言ってるから、我慢してるって言ってるから、送るにも送れなくてみたいな言われて、頼もうかな、頼もうかね。花月堂、そう、空洞のやつ。でもなんかね、長崎のもの食べたいもの多すぎてさ。でも本当はおばあちゃんの手料理食べたいんよ。長崎のおばあちゃんさ、めっちゃ料理うまくてさ、ハンバーグとかかぼちゃスープとかコロッケとか食べたいけど、コロッケは揚げたてが美味しいから、送ってもらったらもうしなしなのコロッケが来ちゃうから、ちょっと我慢しなきゃ、帰るまで我慢します。いつ帰るかな、多分6月とかかな、帰るなら。次レッスンとか入るし、多分そうですね、1年間帰れないね。黒さん、いいな、ありがとう。こんばんは。いや、この前帰ったの10月だったから半年くらいかな。そうだよ、ばあちゃん子だよ私。どっちものばあちゃん、長崎のおばあちゃんにも佐賀のおばあちゃんにもたくさんたくさんたくさんいろんなところに連れてってもらいましたちっちゃい頃のさ思い出とかを見ようと思って写真とか見てても、おばあちゃんの写真結構多いですね。ひいばあちゃんとか多い。コロッケなんかね、あのね、広島市内にさ、弥生軒がね2個あったんよ、ずっと弥生軒で。少し前に1個なくなっちゃったんですね。でさ、この前さ歩いとったら、そのもう1個残ってた方の弥生軒も2月いっぱいで閉店しますっていうね張り紙があったの。ありますか、他にも広島の市内に弥生軒って。
なんか定食をさ食べれる機会ってないから、一人暮らししてたら。そう、結構さ行ったからなくなっちゃうのかと。あるほかあるんかな、ちょっと調べてみよう後で。人なくなっちゃったね、ご飯たくさん食べれるのに。やべけ、あるか、あるね、ありますね、ドンキの方に行ったらある気がする。多分広島駅の近くらへんにもあるか。あるじゃん、行けるじゃん、よかった。大戸屋もあるしね、本通りよかったよかった、ありました、解決です、解決いたしましたよかった。いやいけんね、私ねチキン南蛮かな食べたことしかないかも。チキン南蛮よかったよかった、解決しました。目が乾燥すごい。今日も食べ物の話しちゃう、やめようやめようやめよう。なんか弥生家のいいところは話すんかい。弥生家のいいところは、あの券売機で買うところがいいですね。で、あのお茶もたくさん飲めるし、ご飯もたくさん食べれる、いいですね。よき、あー団子痛くなってくる、結んでるからね、いいよね。したい話をしてくれる方がいい？したい話、したい話いっぱいあるけどね、何話そうかね。クロさん、あんまありがとう。サウナ行ってきます、行ってらっしゃい。熱中症に気をつけて、水分を取るんだよ。味噌カツ食べたことないかも。味噌がかかってんの？おサバ定食？おサバ定食食べたことあるかも、多分。どうだったかな、なんかね魚食べた気がするけど、どうだったかな。ほい、お茶漬け、お茶漬けもあるんや、いいね。みんな詳しいね、弥生県マニアの方ですか。生姜焼き、いいね生姜焼きいいね、みんな詳しいわ、私より詳しく。いいよいいよ、もっと情報ちょうだい、定食情報、弥生県情報ちょうだい。中広弥生県ではない、中広弥生県ではないです。唐揚げはどういう系の唐揚げですか。なんかさ、ナゲット系の唐揚げか、パリパリ系のやつか、なんか衣がザクザク系のやつか、どういう系だろう。なんか唐揚げって種類ありすぎてさ、一概にさこう好きって言ってもいろいろありますよね。唐揚げが好きって人多いけどさ、それってさ種類が多いからじゃない。私がアイス好きっていうのと一緒じゃないですか。唐揚げってタレがこう染み込んでる唐揚げもあればさ、カリカリの衣、肉より衣が多めの唐揚げってあるじゃないですか。ちょっと色味が白っぽいやつとか、ジューシー系、わあいいね唐揚げ、良いわ。カレー、カレーもあるの？カキフライ定食、わあ絶対美味しいじゃん。わあ。いいね、いいね、みんな
私の好きな唐揚げなんだろうな、何が好きかな。唐揚げを8個買ってきました。え、どんぐらいのサイズですか。唐揚げ8個、そうだね、冬はすき焼き定食とか出るよね、どこのお店も。もう終わるの、終わっちゃう。え、なんかさ、コンビニのね、カップに入ってる生チョコおすすめって言ってたじゃないですか。もうないの、終わっちゃってた。買おうと思ったら今日なかったです。調べたらなかった。終わったの、バレンタイン終わったから。ホワイトデーあるのに、どうして生チョコが人気って分かってて終わらせるんですか。悲しい、ショック。唐揚げってあれをね、スーパーとかでさ、唐揚げのなんか日本一決めるやつあるよね、西日本一とかあるよね。広島強いですよね、結構ね。え、かき醤油の唐揚げとかあるよね。ホワイトデーはクッキー、あ、確かにね、確かに。エロいけん、ホワイトデー、うわ、ホワイトデー、ユナアナがチョコくれるってやったー、楽しみです。ちょっと痛い、本当に髪。こんばんは。それが金賞受賞、そうなんや、どこのスーパー行っても大体金賞受賞って言ってるから、実際の金賞はどこなんだって思うよ。もう広島中のスーパーって言っちゃった、スーパーがさ、金賞受賞言うてますよ。一体どのスーパーがいいんだ。なんかヨナアナがマイカーの先輩に渡すから、その時パフェの間作ろうかなって言ってくれた。パフェまた食べたいなって言ったらさ、あのおねだりしたら、なんか作ろうかって言ってくれました。嬉しい。あ、最高金賞と金賞があるのか、そういうことか、だから多いのか。おお、なんかね、いろいろあるよね。モンドセレクション、モンドセレクションってよくお土産売り場とかで見るやつですか。黒と金のマークのやつ。うなちゃん、はあ、なんかパンちゃんがね、ずっと肩が痛いらしくて、取りつかれてるんじゃないって言ったけど、それはないって言われた。今私なんか肩今痛かったから思い出した、それを。え、パンちゃんにお清めスプレー貸してあげようかな、私貸すよ、パン粉。どこに置いたかな、どっかにね、どっかに、どっか行っちゃった、お清めスプレー。お清めスプレーはないけど、沖さんもいました。かわいい沖さんです。どこ行ったの、これも沖さん。沖さんは出てくるのにお清めスプレーがない。あった、ありました、お清めスプレー。これパンちゃんに貸してあげよう、私もちょっとかけとくかね。うわ、相変わらずの匂いだ。うわ、沖さんね、収納してます。これも沖さん。私さ、無謀のさ、沖さんね、すごい好きなんよ。なぜかというと、舞浜で初めて話しかけた時に沖さんに、あの無謀の衣装を着てたの、ちょうど。だからなんかすごい思い入れがあって、勝手に好きです。可愛いよね、無謀の沖さん。ロングなんか懐かしいわ。早く髪が伸びるといいな。
いいな。これもね、わ、これもね、メンバーがくれたの。同期がねパセリあげるって言ってくれました。大きさかわいい。これは瀬戸内 PR 舞台の大きさ。よき、こんばんは。いいでしょう。そう、裏表どころか間にもね、実はね間に独り言の大きさに入ってる、中間に。以上、私の大きさんコレクションでした。ありがとうございます。あ、でもね、アナもいるし、タムコもいる。日暮らしですね、2人。これもメンバーくれた。タムラー、かわいいよ。タム、あ、モモもあった。モモちゃんかわいい。ほんとかわいいね、おもちゃって顔が。赤ん坊の顔してる。いっぱいあるコレクションでした。ありがとうございました。ちなみにパセちゃんはこれです。パセー、おパセさん。パンちゃんに、あの、肩を温めるやつ貸そうかって言ったけど、借りても私使わないタイプだから大丈夫、ありがとうって言われちゃった。使いなよ使ってみてよ。なんかね、整体とか行っても治らないらしくて心配にならない。逆にもう そんないろんな手を尽くしても治らない肩こりってさ、肩が重くて頭痛までするって言ってたから、もう心配すぎて、もう私おばあちゃんの気持ちになる。パンちゃん、でも私も肩こりすごいんですよ。なんでだろう、スマホばっかり触るからかな。あと目の疲れと肩こりと頭痛、最近頭痛すごくて、多分その目の疲れから来てると思う、頭痛は。あねえ、パンちゃんツボ買いそうよ本当に。これは肩こりが治るツボです。この湯気が、この湯気に当たると治りますとか言ってさ、ドライアイスとかが入ってても全然買いそう、パンさんって。だってね、マイ枕買ってたもん。マイ枕買ったらしいです。私がその後にね、パンちゃん買ったって知らなくて、あの、最近枕買ったんよって言ったら、なんか私も買ったよみたいな言われて、おすすめだよって、あのニトリのホテルスタイル枕おすすめだよって言ったら、もっといいやつ使ってますみたいな感じで言われちゃった。ふんふんふん。枕ってね、あ、でもさ、枕のあれあるよね、イオンモールとか行ったらさ、あの、自分に合わせて作る枕とかのお店入ってたりするから、パンちゃんそこ行った方がいいかもしれんね。あっちゃさん、お疲れ、ありがとう。枕、これ貸そうかなこのボリス、パンちゃんここのボリスで寝てみてって、もしかしたら安眠できるかも、肩こり治るかもしれない。パンとボリスの相性いいかもしれない。枕ね、私もね、さ、枕さ、ちょっと悩んでる。今はなんかね、ニトリのホテルスタイル枕ってやつもう4種類ぐらいあったんよ。で、一番あのお手頃なやつを買ってみたんですよ。まあ違い分からんけんいっかと思って。でもさ、この前見た時になんか他のやつもなんかいいんかなと思って。みんなはどんなの使ってますか？私こっちに来るまで枕使わないタイプだったんですよね。でも今はさ、こう普通に平坦な感じで寝たらむくむから顔が。ちょっとでもこう頭を高くして寝たいので
今欠かせないんですけど、4980円のやつ買ったけどいいよ。本当 ?49%STU のパセリクッションを引くとすごくよく眠れます下敷きに一人やん、パセリを。よかったです。そう、私ストレートネックなの。パンちゃんも言ってた。もうね、配信時もさ、私コメント見るためにこうやって前かがみになってるから、横から見たら多分それも直さなきゃですよね。うん、やだな、やだやだな。何がいいんだろう、何が正解なの、わかんないです。なんか昔おばあちゃん家とかにあったさ、そば柄の枕みたいな、あのザラザラしてる、なんかもぞもぞするやつ、あれはどうなんですか。あの硬いこう丸い粒みたいなのが頭に感じられるやつね、おばあちゃん家にあるあるよね。実家はなんかお父さんが何、あのへこむ柔らかいさ、あのなんか段々になってるさ、こうヒュンヒュンってなってる枕をさ使ってたから、それ使ったことあるけど、それもいいんかな。ジョニーさん、かわいい、ありがとう。腰が痛い、腰はまだ痛くないよ、私腰はまだ大丈夫。でも肩と肩こりと目の疲れからの頭痛がすごいですね最近。テンピュール、何テンピュールって。テンピュール、かわいい名前。あなたテンピュールっていうのね。私もホテルスタイル枕使ってる、買ったんだよね。お高いの？ああそうなんや、調べてみよう。テンピュール、へー、でも枕って毎日使うもんね。ちょっとパンちゃんにおすすめしてみよう。テンピュールって知ってるみんなに教えてもらったのに、もう自分が調べたかのように。パンちゃん、パンちゃん、テンピュールっていうのがあるらしいけど知ってる？どうしよう、パンちゃんが使ってるのがそれだったら、使ってるよとかやったらどうしよう、気まずいんだけど。イケア、イケアの枕、枕、パン粉、なんかよくさ朝のさ番組とかでさあるよね、あの枕テレビショッピングみたいなやつ、今日紹介するのはこの枕ですとかよくやってる。高反発、へえ。じゃあ次のパンコちゃんの誕生日、ちょっとでもちょっとねお高いですね。私アイスめちゃめちゃ我慢しないと。じゃあ今からアイス我慢して、パンちゃん誕生日に向けて貯金するか西川の高反発、それさよくテレビショッピングでやってるやつじゃない、西川の高反発枕聞いたことある響きだ。お昼の刑事ドラマの再放送見てるときに CM に絶対入ってくるやつな気がする。アイス我慢するか。テンピュールは NASA が承認してる、すごいじゃん、すごいやん。そうだよ、だってパンちゃん今リネにねなびいてるから、リネタン、リネタンって、リネタンって本当に面白いんだよって今日私に言ってきたからね。あの人、
私がパンちゃんのこと好きって知ってるのに、もう一番ダメよそれ。みんなも気をつけて。あのよくさあるよね、漫画とかドラマとかでさあるよね、いるよねそういう人。なんかさ好きな人の恋愛相談聞いてるすっごいかわいそうな子いるよね。で後からさその主人公がさ振られた時とかにさ、その実は好きだったっていうのがバレたりしてさ、で主人公もさ振られたからってそっちに乗り換えちゃうタイプのねドラマあるよね。わあ、パンちゃんって主人公だったんだ。ありますよね、よくあるくない、映画とかドラマとか少女漫画大体そういうやつじゃない。少女漫画大体三角関係ですよね。ね。でも分かりやすいのかな、その構図の方が。はあ、パンちゃん。パンちゃんはパセリのファンの皆さんがパセリをかまってあげ、え、パセリ振られてるやんそれ。振られてるじゃないですか。私もう、私はもうお世話できないからパセリのファンの皆さんがかまってあげてって言ってるやん、それはどう考えても。ちょっと確かにね、もし私が主人公なら、いやパンちゃんが主人公やったら私が一番報われない役で、パンちゃんはリネタンが好きだけど、もしパセリが主人公ならパセリはパンちゃんが好きだけど、パセは誰かから好意受けてることに気づかずパンちゃんの相談をしている、それが今このショールームです。このショールームがまさにその構図になっております。みんなパセリが好きで見てくれている、でもパセリはいつもパンちゃん、パンちゃんをキサンキサン言っている。うわ、少女漫画じゃん。少女漫画だね。そっか、ごめんね気づかなくて。やっとわかったよ。じゃあみんなに乗り換えよう、パンちゃんから。最悪じゃん。平田おじさんお断りです。おきさん。パセリア、もうね、おきさん一生言ってると思います。イモースであんな感じになっても結局おきさん言ってるから、何があっても絶対言ってると思う、一生。多分ね、死ぬ時もね、もう死んで意識がなくなって骨が焼かれる時ですら思ってると思う。なんなら天国でも思ってる、ずっとね。多分ね、あのね、生き量として出てる今も多分。あっちゃさん、ラブレターありがとう。なんかこの前美穂があのなんか四国の公演の後、美穂がさなんかちょっと落ち込んでたじゃないですか。そしたらその後になんか美穂から LINE 来て、なんかすごい沖さんが優しかったって、パセリ見る目あるねって言われて、なんか謎に間接的に褒められました。あんた見る目あるよってなんか言われました。優しかったらしい。いいでもあるらしい、私。そう、いいでもあるよ私。ね、私スプレーであのお祓いされちゃうの？どこ行ったかな、さっきあった、これ。え、嫉妬したよ。マウントって聞いたけど、そういうのじゃなくて本当にって帰ってきた。マウントかと思いきやガチだった、ガチトーンでした。本当に優しかったって。
でも分かる、優しい、めちゃ。横山三郎さん、バラありがとう。そう、でもほどほどにしよう、これからは。あの好きって気持ちをほどほどにするんじゃなくて、みんなにこの好きって気持ちを出すのをほどほどに、だんだんほどほどになってきてるじゃないですか、前と比べた。だからもっともっとほどほどにしよう。みんながあれ最近パセリ名前出さないなって心配になるぐらいほどほどにしちゃおう。でも私は内心で思った。クラさん、コバンありがとう。昔はもっとすごかったから、多分ほどほどに行きましょう。何事もね、ほどほどがいいよ一番。うん、だってアイスも今ほどほどにできてるもん。そう、半分ぐらいに減ってきたし、前よりいい感じですよ。この調子よ、頑張ってパセリちゃん。そうなんだよね、私さ全部さ、そう全部話しちゃうからちょっと危険だね。パセパセ、はあ頑張るね、頑張ります。みんなもお清めしとく、かけてあげようか、シュッ。ユキリカのゴディブはもらった日にもう全部食べましたよ。シュッてしとく、みんな覚悟はいいですか。いくよ、せーの。絶対スマホ臭くなった、このさスプレー匂いがさ、なんかすごいあのあれなんよ、独特な香りなんですよ。絶対スマホがなんか香りがついた。拭いてます、拭いてます。ティッシュで拭きました。臭い言われとる。肩が軽くなった。本当は騙されやすいタイプってよく言われませんか。これね、え待って、成仏してる人いるんだけど、ちょっと待って、やめて。みんな帰ってきて、早く地上に帰ってきてください。これはローズマリーとか入ってるから結構匂いが強めですね。クロさん、バラありがとう。こんばんは。勝手に天国行かないでくださいよ、勝手に。ちゃんとあの閻魔大王の人に審査してもらってください。なんかさ昔解決ゾロリの本かなんかで見たことがあるよ、地獄。地獄ね、やってた。解決ゾロリ昔小学校の時めっちゃ読んでた。あの図書館、図書室か、図書室でめっちゃ借りてました。ゾロリ、ゾロリと若狼ばっかり読んでた。あとあのミッケ、ミッケと、あとは何読んだかな、あとなんかいろいろ読んでました。あ、なんかね、なんかね、なんかね、読んでたやつがある。シリーズ系のやつで。あ、でも思い出せん。思い出せんけど、なんか読んでました。うわー。
なんか、え、待って、ちょっと待って、記憶が、ああ今一瞬思い出しそうなのに、こうなんかふわふわ脳内で浮いてるから思い出しそうで、うわーって待ってる。あとね、 IQ 探偵ムーをよく買って読んでました。 IQ 探偵ムーと若狼は自分で買って読んでた。あとね、あれ、あれをチョコレートのさ、本、分厚い本、なんだっけ、チョコレートじゃない、魔法使い、そんな感じのお菓子作りの本、魔法を使うやつの本も読んでた。なんだったっけな。あとね、その図書室で借りたやつでもなんか違うやつ読んでた気がするんですけど、忘れましたね、もう昔すぎて。小学校行きたいな。どんな感じなんだろう、変わってるかな、10何年前、え、待って、13歳とかでしょ、小学校、じゃあ11年前とか、ね、いろいろあるよね、図書室って。本当にわお、10何年前ってやばいね。だってサコとかさ、まだ3年前とかでしょ、やばいね。というか、あのアクターズスクール生の子にさ、サコより年下の子がいると思ったらびっくりしちゃうんだけど、今もうサコのこと赤ちゃん扱いしたように、もう赤ちゃんがまた増えるのか。いいよいいよ、もっとどんどん増えてこう、赤ん坊。え、そうよね、一回り違うよね多分そっか、一回りか。そうだね、じゃあちゃんとね、あのお姉さんらしくしておろう、しておろう、何その日本語していようと思います。ハッシュタグ産んでない、それリコピさんのやつやんなんかリコピさんの話をするたびにさ、あの HKT さんの坂口リコさんのがリコピっていうニックネームなんですけど、リコピさんの話をするたびに私が思い出すのが、あの STU 入って初期の頃の配信でリコチの話をしたんよ。私はリコチがみたいな、今日みたいな話したら、なんで先輩なのにさんをつけないんですかみたいなコメントがあったのをすごい今でも思い出す。あ、違うんです、私リコチの話をしてるんですって。そう、コメントで先輩だからさんつけなみたいな言われたのを思い出しますねいやいや、でも似てますけどね、キャッチフレーズとかも、ニックネームも似てるしね。そう、あの私がよく駒田さんの話をするときに坂口理子さんの話もしてたから、そうで、そうで、リコピじゃん、リコチの話をしたら、なんで先輩なのにみたいな言われたのをね思い出すそうなんだ。どっちも取りこうっていうキャッチフレーズだった気がする。でも今リコちゃんって呼んでるからね、リコ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 ちゃん。そうだから私最初リコちゃんの、工藤リコちゃんのキャッチフレーズのなんかトリコのイントネーションがなんかちょっとモヤモヤしてたの、トリコみたいな感じじゃないですか HKD さんの方は。だから最初慣れなかったけども、今やもうそっちに慣れてる。リコちゃんとはずっと公演出てるからさ、2年間。ね、若干違うよねイントネーションが。リコー、
アリコリ、山口県出身のリコチカバ工藤リコです。みんなもこれやってください、ぜひ公園で。工藤リコです。まあ、工藤リコじゃないと思いますけど、皆さんも、私も工藤リコじゃないけどやってるから、工藤リコです。あと初恋よこんにちは の、 あのリコちゃんもすごい好きで、はじめまして工藤リコです。ちょっと私次の初恋よこんにちはちょっともっと落ち着いて言いたいな、名前。はじめまして尾崎セリカです。尾崎セリカ。待って、もうちょっと上手に言いたい。だって矢野さんがうまいもん、浜田さんうまいから。はじめまして、はじめましてがなんか早いかもしれない。私はじめまして尾崎セリカです。矢野はじめまして。はじめまして。私はじめましての時さ、どんな感じでしたっけ。はじめまして、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 わかんなくなった。カーターナです。アナになるかな、ね、アナになったら解決じゃん。ヨッシーさん、ハート、ヒロさん、ハート、クロさん、ハート、ジロくん、いいね、ありがとう。カーターナです。アナ。待って、面白いコメント。755でリコピさんの愛犬をライオンくんって間違えたらライアンって怒られた。そうだよ、ライアンだよ。どの間違いしてるんですか、急に猛獣なってるやん。山崎さん、かわいい、ありがとう。カーターナです。はじめまして尾崎セリカです。ですがなんか丁寧に言いたいな。あとシェカラシカの煽りですね、やっぱ問題は。もっと煽っていきたい。みんなの思う煽りは、この間私がやったけど、煽りすっごいすっごいなんか煽る、あのウェーみたいな、ウェーウェーウェーみたいな感じの煽りないですか。こんなロック風のこんな、声は出せないけど、今はお前ら声出せんのかみたいな、そういう系の。あ、騒げいいね。わー、フラストレーションでやりたい、それ。騒げの合間に入れたい。でももうみんな騒げないから、みんなもペンライト尺がねあるからね、煽りのコメントも。尺はみ出したら歌わり始まっちゃうからね。そうなんよね。心の中で声出せますかの尺よ。心の中で、そのペンライトお飾りか、やばい、それめちゃめちゃ煽ってる。超煽るじゃん、それは。そうね、心の中で声出せますか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、このエイトカウントの間に収まる煽り。ペンライト振って振って振って超ダサい煽りができちゃった。世界一ダサい煽り作ってしまった今。ああ、世界一ダサい煽り爆誕。字余り、字余りしすぎてもう繰り返すっていう最悪の。とてもいい煽り。本当？クロさん、誰もありがとう。いや。どうしよう、次のやつでさ、急に頭真っ白になってそれ言い始めたら、テレレレテテレテアフォーテルルルテテテアフォーテルルルテテレテアフォーペンライト振って振って振って、みんな笑っちゃうでしょ。
人はってその私歌わないといけないから笑ってる場合じゃない。一番ダサい多分あの48グループ史上一番ダサい煽りを私は生まれさせてしまった、誕生させてしまいました。ウェアライト振って振って振ってちゃんとしないと。でもね声出せないもんね。人は誰もにつながる歌、歌じゃない羽織待って絶対さみんなさこれ思い出して笑っちゃうよね。うん、リハでやったら絶対ダンスの先生にお酒あとでちょっといいかなって言われてさ、さっきの煽りどうしたのみたいな言われそう。やばいやばい確かに飛んで飛んで飛んでのやつに似てるね。振って振って、え、そう煽りをね、そう煽り担当外されちゃう可能性あるからやばいよそれは。ゆうたくんありがとう、スタンプ10個ありがとう、こちらこそありがとう。お断りです、ゆうたくん、お断りかける10、お返しだ。しかも1曲目だからね。どうしようね。期限は来週の火曜日、来週っていうのは3月の8日です。あと何日後、7、8、9、9日後、9日後合ってる、9日後ですね。やばいやばい、決めなきゃ。どうしようかなどうしましょう。あーなんかまた暖房で肌の赤みが出てきている、やばいやばい。マイカー公演盛り上がっていくぞ。人は誰も恋をして、はい、パターン1、この前言ったのは心の中で声出せますか、これパターン2。扇風機並みに腕回してこうやばいよ、みんなもこんな回しちゃうから、やばい。あーやっぱココアさんだ、これここの煽りは。ふくちゃん氷のくんありがとうなんかさすごい、もう本当に毎回このくんを見て笑っちゃう、すごいよ。もうあれみたいだね、あのクローゼットとかにさ入れる時のやつみたい、なんだっけね、真空パックみたいなやつ。トト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 の尺。クロさん氷タコありがとう。ハチマキが巻いてた、ハチマキ、ハチマキ絶対取った方がいいよ、タコ凍るときは。このペンライトお飾りです、それやばいよ、リズム合ってるけどねめっちゃ煽り運転並みに煽る、それは逆にもうみんなイライラしてさ振ってくれなくないさ、ええー、みたいな超合ってるじゃん。マリトッツさん氷タコありがとう。
じゃああと9日で頑張って見つけたいと思います。先輩にも相談しようと思います。同期にもマイカーで決めたいと思います。マネージャーさんとかにも聞いてね、マイカー担当のね、あの例のこの前のね集合写真の時に、じゃあ行きます、3、2、1パシャッで、あのあそこのパカッて開くとこを開けちゃったあのマネージャーさんにちょっと聞いてみようと思います。ほんと可愛かった3、2、1ってあそこのカメラの上が開くあれツボでしたね。おみかんさんファイトありがとう関節外しちゃってるやん。そう、なんかあのマネージャーさんは一番最初のスペイベの時もね、マイカーのスペイベの時もピンマイカーかピンマイカーのスペイベの時もあのマネージャーさんいたんですけど、なんかね来たファンの方みんなそのマネージャーさんのファンになってた。なんか押しますとか言われてたそうマネージャーさん人気。斉藤さん入ったありがとう、可愛いですねとか言われてましたよなんかおっちょこちょいかも。でもなんか女性のマネージャーさんほんわかしてる方多いですね。何人かいらっしゃるけどほんわかしてますね。え、多いよ、可愛い人、みんな可愛い。普通にみんな推しメンにすると思うそう、女性マネージャーさん、え、エピソード、でもね、いろいろ何人もいらっしゃるから、そうね、一人の方はパセさんって呼んでくる、パセさん、パセさんって呼んでくる。マネネをしてるな。マネネはめっちゃ美人よ。美人美人。憧れる美人さですね。いいよね。辞めちゃった人で美人さんいた。誰だろう。ニキも分かる人かな。気になる。誰だろう。でも今さ、ライブとか。ぐらいでしかマネージャーさん見る機会ないよね多分ね。マネージャーさんからメンバーのいいところと直してほしいところ聞きたい。やだ、やですやだやだ、絶対私はあの沖さん沖さん言うところって言われる気がするもん絶対言われる。今日もさ、あのいつもなんか言われるって言ったじゃん、なんかこう沖さんとこ行こうかなって言ったら今行きなとか、もうお母さんみたいなサポートされるって言ったじゃないですかこの前。今日もさ、あの言われた、今行きなって、沖さんこの時間もう終わりましたよって言いに行ったらいいよみたいな、マネージャーの代わりに言いに行っていいよみたいな言われてすごい背中を押されました。でもそれで話しに行けました。でもさ STU プライムでやってるよね、マネージャーのなんかブログみたいなやってますよね、メンバーのオフショットみたいな載せてるって聞いた。ほんと載ってる。そうマネージャーさんね、マネージャーの隠れが誰が見るんですか。ズームで収録ですか。山崎さんハート100個ありがとう。
ネレーン見るんかい、見るのね。まなぶさんの携帯にラーメンの芯がいっぱいあって、え、なんで知ってるんですか、友達そんな見る機会があるの。ラーメンいいね、ラーメンラーメンラーメン、そらはさんラーメン。私の携帯はあのリコチの動画とかアイスの画像が多いです私のフォルダは自分の自撮り、沖さんの保存した画像、アイス、あとリコチの動画。ね、多い。自分の動画全然ないけど、リコちゃんの動画ばっかりある。でもなんか、すごいもう、後から見返したらどういう状況みたいな動画ばっかりだから。でも他のメンバーもリコちゃんの動画多いって言ってました、この前。あやぱの動画あるよ。パンちゃんがなんかイモンステレビの収録の前にパンちゃんがなんかリズムこうやって撮ってるなんか動画この間あった。ねえ、アイドル、マネージャーさんさ、アイドルより可愛いことあるじゃないですか。見たいですか。じゃあいつかね。え、リコちゃんの生誕祭さ、楽しみなんだけど、出れるかな。私出たいな、リコ生誕。早く早くしてほしい。4月かな、リコ生誕は。そう、マヒナさんがツイートしてましたね、今日リコちゃんの動画。でもあれね、本当に楽屋の様子そのままって感じ。なんならあれよりも普段もっとなんかあんな感じです、本当に。あの隠してない状態のやつもう常にあんなだから、あ、いつものリコちゃんだなと思って、私はマヒナさんのツイート見てたんですけどそう、いつもあんなというか、あれよりももっとすごい時もあるぐらいな感じですね。隠してくれてたけどね、優しいから。楽屋来た瞬間元気よ、はかりはかりって言って。今日もなんかリコちゃんがユキリカに話しかけとったんやけど、もうすっごい近い距離感なのに、やまびこかなってぐらいの声量で話しかけてて突っ込んでしまった突っ込んじゃった。いや距離感って言ってこの私とこのスマホスタンドぐらいの距離にいるのにね、楽屋に響くぐらいの声で喋りかけてた、ユキさんみたいなそう、それが面白かったですね。いつもね、楽屋が明るくなります、リコちゃんがいると。リコ、ユキさん、ユキリカ子、わ、今日も2時間喋った、わあ、2時間経ってました、早いね、びっくり。今日9時までしよう、9時までしてアイス食べよう今日まで食べようとか、多分明日も食べてるけど、ちゃんと毎回1週間前からは禁止して頑張ろう。慣れちゃった、あらみんな本当いつもありがとうございますね。今月いっぱい配信してるけど見てくれて、メールも送るよ。椎茸に見える、確かに色味椎茸、本当だね。今日は何個だろう、今日はヨーロピアンワッフルコーンを2個と、今4個。やばい、でもご飯食べてないからね、ご飯の代わりだからよくないよね、本当に。ちゃんと健康的に頑張らないと。
体が資本よ、アイドルは。でマグロの刺身があるから楽しい時間は早いね。嬉しい、ありがとう、優しいね。栄養とってね、ありがとう、優しいね。優しいわ、ありがとう。なんか人はね、疲れてる時は疲れてる時に睡眠を取りたいんだけど、それが脳が錯覚して食欲に走ってしまうらしいんです。だからまずお腹が空いたと思ったら一旦睡眠を取ったりとか、あとたくさんこう爆食したくなるときは栄養が足りてない証拠らしくて、だから野菜とかの栄養を取るといいらしいですよ。これは最近知りました。山崎さん、ハートありがとう。黒さん、氷のバラありがとう。そう、栄養が足りてない証拠だから、あの私も結構自粛期間とかはあの悩んだんですけど、結構、ね、食べちゃうことに、でこう誰に相談していいか分からなくて、いろいろ自分で調べたりしたら出てきました、 YouTube とかで。そういう栄養が足りてない証拠ですよって。でそっからなるべくお野菜とかを食べるようにしたら落ち着きました。まあ、アイスは別ですね。アイスは別ね。なんか血糖値が上がりすぎるとどうとかとかなんか言うよね。だから先にベジファーストとかするといいみたいな感じらしいですね。山崎さん、ハートありがとう。ジョノラニカウェグレさん、アンプジュクありがとう。でもなんかアイドルってさ、体型管理とかでさ、やっぱいろいろ悩むことあるからね、若い子たちって学生なのに大変だなって思うね。私はもう入る前からそういう生活だったから特に変わらないんですけど、この10年くらいの食生活、なんなら今の方が食べてる。昔は1日1食だったから気にしすぎてね。だからさ、そういう若い子たち心配になっちゃうよね。オートミール栄養豊富よ、栄養豊富、おすすめよ。ベジファースト、最近お野菜食べれてないの。お野菜食べたい。私野菜めちゃめちゃ好きなんですけど、お野菜ね、なんか傷みやすいじゃないですか、お野菜って。なんかなかなか買う機会なくて。糖分も脂肪分も栄養のうちだからアイスはヘルシー。すごいすごいね、ヘルシー理論すごい。ね、私も STU 入った頃ね、断食ばっかりしてたんだよ最初。1日食べたら次の日あと2日断食してみたいな、断食2日してまた1日食べて断食してとかしてたんですけど、よくない体に。後からあのストレスが来てたくさん食べちゃうからね。みんなももし悩んでる人がいたら気をつけてください。そう、栄養は取らないとね。今はしてないよ、今はもう食べ過ぎぐらい食べてるから大丈夫です。気をつけて。もうなんか最近 YouTube とか見ててもそういう動画が出てくるから、そう心配になるのよ。なんか母通り越して管理栄養士かみたいなコメントし始めちゃったけど、気をつけてほしいですね。ね、そう、でも私も別に栄養に詳しいわけじゃないからさ。健康一番よ。みんなはたくさん食べて、たくさん寝て、疲れをたくさんとって、また明日も頑張って繰り返して楽しいこと見つけていきましょう。修行僧以外は断食ダメだと思う。確かにね、そう、私極端だったから、極端だったってか今も極端だけど、
その時とかは食生活も極端すぎたので、そう、気をつけてみんなも。パちゃんはアイス食べ過ぎてるから気をつけます。あ、今日さ、あのパンちゃんと左があのパンちゃんで右がアンナだったんですよ。川俣アンナとパンちゃんで、ずっと私がパンちゃん補佐出ちゃって、本人の前で今日珍しくさ、いつもショールームでさパンちゃんパンちゃんって補佐出てるけど、本人の目の前で出しちゃって、それをパンちゃんパンちゃんってずっと言ってたらさ、隣でアンナがさ、アンちゃんとパンちゃんわかんないって言われた。そしたらミホが、目の前の席のミホが、アナ返事してって言われて、アナが返事してた。確かに似てるなと思った、アンちゃんとパンちゃん。でも私アンちゃんって呼ばないからさ、アナって呼んでるから、アナかアンピかアナちゃんだからね。でもサーヤンもさ、パちゃんとパンちゃんと分かんないから、そんな感じかと思いました。気持ち分かるよと思った。そう、アンパン、そう、今日はすごい平和でしたね、楽屋。アンちゃんパンちゃんパちゃん、あとピャちゃんね。本当にピャちゃんだけは納得できないんですよね。なんでピャちゃんなんだって。ピャちゃんピャちゃん。隣の会話は自分が誰とも話してない時は聞こえるけど、基本聞こえないですね。イヤホンして話してるから、ファンの方と聞こえないかな。でも席が近くて聞こえない時もあれば、席がめちゃめちゃ遠いのに聞こえる時とかもあるから、タイミングと人によるって感じです。ですだってね、お話し会会場と楽屋違う部屋だったけど、今日お話し会の声とか聞こえてた子もいるし、メンバー楽屋まで聞こえるなと思って、やっぱ 3R はやっぱ聞こえますね。 3R 聞こえる。リンコ、リネ、リコ聞こえます。あと千穂さんとかも聞こえる時はある。今日は聞こえなかったけど、聞こえるときは聞こえる。あかりんさんとか聞こえますね。次の直接お話し会、マイクどうなるかな。あれはもうマイクにかかっていると思っているので、私は会話の、あの成り立つかどうかはマイク、よろしくお願いします。マイク、うんって、もう一回言ってっていう時間がね、ある時とない時があるので、あ、そうなんだ、当落あさって、え、28月曜日、おう、え、ソロイベの当落が出てる？ソロイベは当落済みですか？あ、1日？じゃあしあさってですか？違う、あさって、しあさって、しあさってか。おお、ドキドキだね。ソロイベもだ、まだか。ほう、どうしようかな、なんか歌おうかなって思ってるんですけど、歌と何か企画をしようと思ってるんですけどね、
何歌うかなと思ってますね。まあこれは来た人のお楽しみなので歌わない可能性もあるけどね。あれパセリ歌うって言ってたのに1曲も歌わなかった。なんか面白い企画したってなるかもしれんし、歌うかもしれんし、ちょっとまだこういうの したいですっていう話はしてるんですけど、スタッフさんたちと、けどまだちょっとギリギリまでいい感じにできるように考えたと思います。クロさんハートありがとう。直接お話しか当たるといいんだがね、当たってほしいんだが、当たるかな。なんか食べる系ダメらしいんですよ、こういうご時世だから。最初はそのアイスを食べたいですって言ったのよアイス食べたいだったけどダメって、あの厳しいかもですって言われて、そう食べる系ダメなんだって。そうなのよ。美穂も最初大食いって言ってたけど大食いじゃなかったもんこの前。ダメなんて残念だわ。でも私同じ日がさ、うなうなとかアナとかだった気がする、ココアさんユミリンさんとかだった気がする。何すんだろうみんな、気になる。匂いでアイス割ってれば確かに匂い。でも私嗅覚ね結構弱いですね。嗅覚は当てにならん、嗅覚ダメだね。そうなのよアイスね。確かにうなちゃん歌いそう、うな歌ってなんか企画も考えてそうですね。でもうなうなはさ、うなちゃんは趣味が多いじゃないですか。野球観戦、サッカー観戦、釣り、あとサイクリングみたいな多いからいいね。めっちゃあるじゃんうな。お菓子作りもできるし。そうなのよ、いっぱい趣味ある。私の趣味は歩くこととアイスを食べること以上以上かもしれん。あと長話長話しちゃう、いつも。そうそう終わりますかね。今日も長話しちゃってるわ。ブートキャンプ隊長が辞めちゃったからもうブートキャンプあれからしてないよ。あの一回きりでしたよ。タム隊長や、タム隊長帰ってきてくれんかな。でこの前タムにさ早く復帰してって送ったんだけどさ需要あるみたいな感じの返事来たんだけど3期生でのタムの復帰まだかな。尾崎セリカの滑らない話、私は滑ってなんぼだよ。毎日滑ってる、滑りまくっております。ダメだツルツルよ。ツルツル、どれくらいツルツルかっていうとスケート場の床ぐらい。いつも滑ってる。変な話おもろい。本当本当ありがとう。みんなが汲み取ってくれるからだよ、私のこの説明をちゃんと理解してくれるおかげです。ありがとうございますね。来月大阪だからね。
会いたいわね、タムコに。タム、タムタムのタム、あ、タム放送出ちゃう。ダメダメ。オクラ好きですか？オクラ食べれます、大好きです、夏はよく食べます。オクラはネバネバ丼みたいなの作ります。納豆、オクラ、長芋ぐるぐるしてポン酢とか入れて食べる。あとアボカド入れて食べます。美味しいです。ストームネン出てほしい。出てみたい。愛子とかね、れいかちゃんとかがやってるもんね。みなみさんとかそらはさんとか。オクラ、でも私オクラさ茹でんのよね。あのチクチクのまま食べちゃうんだよね。ダメかな、やばいかな。洗ってそのまま切って食べちゃう。茹でた方がいいの？栄養流れちゃうかなと思ってそのまま食べてた。どっちがいいんだろう、どうなんだ。オクラ博士いますか？あ、生でもいい、よかった。じゃあそうしよう。もうめんどくさいからね、お鍋出して茹でてってするの。洗い物増えちゃうからもうそのまま食べちゃいます。ネバネバが倍増する、それはそれは茹でたいな、茹でたいけどもう洗い物が夏はいいけど冬ってさ寒いですよね。お皿洗うの、お湯にしたらいい話だけどもね、冷たってなっちゃう。しかも指が荒れちゃうよね、乾燥してね。もう荒れまくりです。ちゃんとハンドクリーム塗ってしなきゃ。荒れまして、お話しかありがとう言ってないけど、ですよね、な来てないよなって思いましたよ。今日ココアさんと撮ってない、すれ違うぐらいだった、一瞬すれ違ったって感じでした。撮れてない。今日撮ったメンバーはゆきりかこ以上です。ゆきりかことしか撮ってないや。ツイートした画像はみほが撮ってくれました。でもツイート撮ってないや、ゆきりかとだけ撮った。また明日送ろう。それは今日は違うやつ送るね、メールで。また撮ります。ここはしゃん、お手紙書いたから送る、ありがとう。手紙いつもありがとうございます。どんくらい届いてんだろうね、手紙って。結構早いよね。でもみほの撮ってないな。みほのソロショットはあるけど、もう送ったけどメールで、二人で撮ってなかったかも。いつも撮るからね毎日撮るから、だいたい撮りすぎてもう撮り忘れるみたいな。いつも一緒にいるからもう撮った気になって撮り忘れちゃうって感じ。みほはみほとりこちゃんとかうなちゃんはパンちゃんとかもやんちゃんとかもなんか遊びに行っても写真撮らないんですよね、大体。買い物とか行っても。そう、なんかココアさん震えてたんですよね、リプで。寒かったのかな寒かったのか、あれですかね、
西野カナさん的な会いたくて会いたくて震えてとか、どっちかだと思います。私は私のことが嫌いなのかなって思ったけどね。私も、あ、私ってなんか急にね落ち込みモードに入りそうになったけど入りそうになったけど、まあ、冗談だよなっていうことで、どうにか自分でこう自分の機嫌をこう盛り上げて、うん、なるべくポジティブに受け取ろうと思って、あ、嫌われてるかなってすごいね、お話し会中にね、あのリップを見てね、お話し会の休憩中にね見て、あ、待って待ってと思ったけど思ったけど、まあポジティブに、そういうあの冗談を言ってもらえる関係ということで私は受け止めました。セロリさんって呼ばれた、だからコーヒーさんってでもココアさんからさ、ちょうどリプが来たタイミングでスマホ握ってたから、リプ来たと思って、これはもう速攻返さないとと思って、あのセロリさんって来たから、コーヒーさんお疲れ様ですって返したんですけどどうだったかなあれは、どうしようと思ったんよ。ココア、やっぱココアって言ったら、ココアと言ったらココアと言ったら森永だけど、ココアと言ったらコーヒーかなと思って返した。あ、カフェオレが良かったか、あー確かにカフェオレか、ホットミルクでも良かったね、ホットミルクにすれば良かったふふ森永さんでも良かったね、あえてココアと言ったら森永、難しい、瞬発力頑張ろう頑張ろうって、もう次はないと思うけど、ちょっと頑張りたいと思います。明治すごい連想ゲームになってきたそうね、確かにちょうどよかったかな、コーヒーぐらいが、分かりやすさで言うと。え、9000人見てくれて本当じゃん、ありがとうございます。ちょっと丸々フェイスすぎる、今日もやばい、毎回までにちょっと丸々フェイスをちょっとマシにしないといけない、頑張ろう。プニだから今プニ期を満喫しています、やばいです。ホットチョコレートさん、わあホットチョコレートいいね、飲みたい。個人的に好きなのはサラピエの返信、毎日送らんかいあれもね、絵文字がないのがポイントですね。あれは頭の回転いいところも押してる理由です。私回転いいですか、本当どれくらいいい、立ち食いそばぐらい、ちぐうどんぐらい回転率いいですか、嘘、コメダコーヒーぐらいじゃないコメダコーヒー並みにちょっと緩いかもよ、回転率は。もうみんな居座っちゃう通じるこの例え、あ、本当よかったよかった、コメダコーヒーってみんなゆっくりしてるもんね、結構。あ、よかったです。あ、嬉しい。でもね、なんか、ね、頭が回らんときは回らん。今日ちょっと回ってる方かもしれないけど。よかった。みんなが褒めてくれるわ。ありがとう。お、いい気持ちで終われそう、配信。ちょうど今日ぴったりに終われそうよ。やったじゃん、パセリ珍しいじゃん、珍しいじゃん、2時間半も話しておいて何がぴったりだって感じだけど、普通に2時間オーバーしてるけど、ぴったり9時に終われそうだよ、すごいじゃん、成長してるじゃん。じゃあ壇上読むか、あと3分半でぴったり終われるかしら。じゃあ行きます。13位、
右田ピポさん、12位チョコラブさん、11位フクちゃん、10位ジノラニカウェグレさん、9位ともっちさん、8位クワドリさん、7位ジロくん、6位カメさん、5位スプマンテさん、4位山崎さん、3位オズさん、2位クロさん、1位ユータくん、ありがとうございます。ありがとう山崎さん、お使いロックありがとう。メール送るね。ありがとう、待っててくれて。じゃあ皆様、今日もお疲れ様でした。もうパセッコはもう出ます。もう眠た、ちょっと仮眠取ろうかな。絶対ダラダラしちゃうから10分ぐらい。でも10分仮眠取ったらさ、絶対起きたら1時間経ってる気がするからダメだね。絶対ダメですね、それは。お風呂入ってから寝ようね。いっちゃんお疲れありがとう。じゃあ皆さん、今日お話しかありがとうございました。今日来なかったよって方もいつもありがとうございます。また機会があれば会いに来てください。僕たらアイス食べる。おやすみなさい。皆さんお疲れ様でした。明日も頑張りましょう。一瞬止まっちゃった配信、ありがとう。バイバイ。おやすみ。